日本労働者階級解放闘争同盟はかつて日本に存在した左翼政治団体である。通称は機関使名から人民の力。近い関係にあった共産主義研究会を経て国際主義編集会議についても解説する。1971年に社会主義協会大田派から分裂して結成された。大田派は旧日本社会党内での党。 変革路線をとっていたが、新たな革命政党の結成を施行する部分が1970年12月に、大田派を脱退し、1971年7月に、日本労働者階級解放闘争同盟が結成された。社会党内の派閥ではなく独立した団体である。機関紙は人民の力。審査翼セクトの一つに数えられることが多いが、審査翼と呼ばれることは拒否していた。 正式名称の日本労働者階級、解放闘争同盟で呼ばれることは少なく、機関指名からの通称の人民の力、または人民の力派と呼ばれることが多かった。人力派と略される時もある。その後正式に名称を人民の力に変えた。指導者は常岡正を旧ペンネームは谷口岩尾。サイトの更新はされてないが、 2021年にはまだ、帰還し、人民の力は、観光が続いている。社会主義協会をオタハ内の分派として、神奈川県のグループが1968年6月1日に、人民の力を発刊した。オタハ協会の帰還し、社会主義には、人民の力編集委員会の名で寄稿していた。1970年5月の社会主義協会オタハ、第十回大会で、 主流派との対立が顕在化した。1970年12月に人民の力グループの大部分が大田派協会を脱退。1971年7月15日に日本労働者階級解放闘争同盟が結成された。名称は、レーニンが1895年に作ったペテルブルグ労働者階級解放闘争同盟に由来する。 機関紙は人民の力。国老青年部を基盤とするグループが中心で、主流派を形成し、九州グループ、京都グループ、学生グループが反主流派となった。人民の力反主流派に近いグループとして、愛知グループがあったが、1970年12月の脱退には加わらず、大田派に残留した。主流派は、 国労青年部所属者のため、労働運動中心主義の活動方針を打ち出した。1972年の第2回大会で、学生運動と政治闘争の停止という方針が決定され、これに反対する反主流派の一部は組織から除名された。また愛知グループは、全共闘運動参加者が中心で、人民の力への参加の方向を打ち出していたが、第2回大会では、 愛知グループの参加拒否も決定された。愛知グループは大手派を脱退し、人民の力除名組と合同で1972年に共産主義研究会という組織を結成した。機関氏は大同。1975年7月には反主流派の多くが除名された。反主流派は日本労働者階級、解放闘争同盟全国協議会を結成した。帰還紙名の 戦線から戦線派と通称された。共産主義研究会の人民の力除名組は戦線派に参加した。戦線派は1976年9月に労働者、階級解放闘争同盟に改称した。かつてかは共同系の労働者階級、解放闘争同盟があったが、それとは別である。戦線派の学生組織は、霊人主義学生同盟だった。 戦線派は1980年代後半には消滅したらしい。残った共産主義研究会は左派社会民主主義への反発から武闘路線に傾斜した。社会主義協会系の組織は人民の力や戦線派も含めて白いヘルメットを着用していたが共産主義研究会は赤ヘルにしたという。この時期は青年組織の青年闘争委員会という名前での 活動が多かったようだ。共産主義研究会は1980年には青年共産主義者同盟と解消し、1991年から国際主義編集会議となった。青年共産主義者同盟の機関紙は先月、先列後にマルクスレーニン主義を掲げて、1990年代に組織名も人民の力とした。2005年6月、 元中央常任委員の亀田勝てるオラが人民の力改革全国協議会を結成して分裂した。機関紙は大同。人民の力改革全国協議会によると中央集権的な組織を否定し多様性を認める組織としたということである。人民の力改革全国協議会は2015年に人民の力協議会に改称した。 国労青年部所属者が主流派を形成していたため、労働運動中心主義だった。冷戦時代のソ連、東欧諸国などについては、社会主義国と考えていたが、東欧革命後、ソ連崩壊の直前の1991年5月に、泥縄式に国家資本主義の独裁国家と呼ぶことにした。大衆組織として、反独占、反帝国主義政治戦線があり、 政治宣線全国委員会のもとに全国学生委員会と全国産別委員会があった。国鉄委員会があり、機関紙は赤い鉄路。ありがとうございます。